細かいことはいいの。遊び相手になってほしいと。わかりました。さっぱりわからんと。ね、俺がちょっと見た、アニメ、ね、ドレイクとね、ソルトがなんか火を起こす対決をしてたね。そこは見たんだよ。最近ね。よし。最強の生命体が今決まる。ドレイクとの戦いか。明らかにサイズに違いがあるからな。この2体。階級が違うみたいな感じじゃない?まあ、素早さがありそうだけど、スピード、機動力がすごそうだけどね、敵。遊びの時間だよ。ドレイクの機体は。またお戯れです。どうぞ。ラウンド1。始め。いきなりヘビーガード。なんだそれ。はい、あ、いった。なんだそれ。はい、あ、いったい。はい、はい、はい、はい。かっけー、消えていいよ。だい。弱で、やっぱ弱の方がいいかな。俺ダイ、あれか?痛いかも。痛い。繋がる繋がる。まあちょっとあれだね。わわわわわ。ちょっと似たような攻撃してきたな。やい。強制解放。デスブラッド。こいつ一気に調子使ってこなかったな。ふっ。ドレイカ危な。ラウンド2。でも敵効かないかも。あー、あれか、ためる、ためる系じゃない。痛い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 。デスブラためる系じゃなくてもう溜まってんのかな。速さアップ。よく飛ぶね。あっ、弱で刻んだ方がいいな。もう素早さがあるから弱で捉えた方がいいかもしれん。よーし、調子使わせてもらうぞ。これで決まれば。決まった。死んだな。余裕で死んだよ。オーバーキルだよ。オーバーキル。ちょっとかわいそうだけどな。ミッション成功。よし、オッケー。ではマップに戻りましょう。もうみんなあれだよ、主力メンバーと遊んじゃったよ。遊んだというかボコっちゃってるけどね。遊びに来てよかったと。どうも。ピピピピピピ、なんだ、誰だろう。分かったぞ。ゾイドキーの、主が分かったと。オッケー。少し休むか。たまったもんじゃないよ、こんな。お宝ゲット。お、デスレックスを見れるようになったということですよ。オッケー。新しい道が開いたわ。よし、第7話ですね。見たことのないゾイドを見つけたのと。デスメタもそこに来た。おにぎり、おにぎりと戦うのか。まあいいや。では第7話始めていきたいと思います。冒険にゴー。ヤラガー様、
お待ちしておりました。飛ばしてきたよ。で、ゾイドはどこにいるの？こちらでございます。なんだこれ、なんだ、あ、まさかアシュか、あ、アシュ、デスレックスのアシュじゃないよね。おお、色が白いね、やっぱりか。なるほど、岩に挟まれてた白レックスさんだね。叩き起こしましょうか。ガノンタス、おい、出てきたよガノンタス。おお、おにぎりくんですよ。そのゾイドは渡さないぞと。でも止めなきゃ。ウェルカムだよ。さあおにぎりか。これもサイズが違うからな。でもガノンタスな、飛び道具がめんどいからな。飛び道具系めんどいんだよね。少しだけ遊んであげちゃおうかな。やっぱり怖いかも。ラウンド1、よし、よし、失態が決まったな。ザクで、あ、いった、ガキャン、やっべ、これだよ、よい。あー、この時間差で来るんだよな、時間差で来るんだよな。はいはいはい、やばい、ワイブラ使えるぞあいつ。もう使っちゃおうか。よし、そのまま消失。あ、うん、大丈夫だよ、ワイブラ使ったー。なんだ、キャンセルして、キャンセルされた。最悪じゃね、最悪じゃね。あー、やられてしまった、くそ、やられてしまったよ。ラウンド2始め。いやー、おにぎりにやられてしまった、一本取られてしまったよ。よーし、あいつ消失キャンセルしたもんな、さっき。それ痛かったな、やっべ。おいおい、あー、最悪最悪。デスブラ何の役にも立たせることはできなかったよ。そう、ガードがヘビーガードだ、やばい。ピンチピンチピンチ、弱で弱で刻もう。なんとか一本取り戻しました。最終戦に、持ち込み。ヘビーガード、あ、ちょっと、嫌だ、なんか嫌だ、この雰囲気、この雰囲気嫌だ。よし、よし、デスブラ使わせてもらいましょう。ジャックで、ジャックの方がいいよな。くそ、よし、このまま、よし、決まった、決まった。だから死ぬか、
死にはしなかった。だが2着で刻めば十分いける範囲。よし、強かったおにぎり。いやスピードはそんなにないけど、やっぱりこの飛び道具があれだね、脅威だね。いやうまかったね。トップに戻りましょう。おにぎり操作うまい。よし、新しい道が開いたわ。オッケー。いやーおにぎり強かったな。今日も頑張っちゃおうかな。頑張ってこれクリアしちゃおうかな。ちょっと待った。次は8話で、うーん、嵐が相手だ。第8話、ワイルドライガーが相手になるかな。よし、カメとはいえ強かった。スコーピア、あ、次はフェンネか。サソリが潜んでいる。最強の生命体が今決まる。スコーピアか。まあ、まあ俺の世代からするとガイサックみたいな感じかな。強いかな。少しだけ遊んであげちゃおうかな。この子の毒は痛いじゃ済まないんだから。あ、そういえばもう小型ゾイドだろ。小型ゾイドと大型ゾイドの戦いみたいな感じだぞこれ。よし、タイム弱も効き目がいいぞ今のところ。いやこれはサイズが違いすぎる。はいはいはい、痛い、毒るか。はいはいはい、ガードがいいね、ガードがいいね。はいはい、はい、痛い。よし、ワイプラ使えるから気をつけろ。よし、デスブラ、もっと効率よく使ってた方がいいよな、ぶっちゃけ。使ってもよかったね。やばい、毒ったか、毒ったぞ。痛い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 。ザクで刻んで、よし、はい、やばい、ワイブラ。じゃあこっちも使わせてもらうぞ。デスブラ使ってダイで、ジャックでダメか。こっちも使いたい。よし、あっ、おお、決まった、よかった。死にはしないかもな。あ、死んだか。おし、ゲームセット。危なかった。いやー、サイズの違いも全然あれだったね、感じさせなかったね。最後は、最後はやばかった。よし、マップに戻ろう。いやー、スコピア最後の反撃がすごかった。新しい曲を、使えるよ、まあ、聴けるようになったということですよ。やったね、次に進めるわ。よし、第9話ですね。あ、今日頑張ってこうクリアしちゃおう。第9話まあ毒が効いてるかわからないと。餃子ですね、次多分。トリケラドゴスがどこまで通用するかしらと。このね、餃子のトリケラ系、もうこれ何度も話したと思うけど、ジェネシスの
なんだったっけ、バイオトリケラ、あれかっこよかったね。第9話始めたいと思います。冒険にゴー。そう、なんだっけ、ラカン、ラカンのライバルと言っていいのかな。大きさが違いすぎるんだよな。丈夫だからね。それじゃ踏んづけちゃおうかなと。デスメタル帝国来ましたよ。タタタタタタックル。そう、いいタックル。ベイビー、今度は俺が、今度はの相手はお俺だぜと。この餃子のね、トリケラ系結構珍しいんじゃない、トリケラ系って。マッドサンダーはトリケラ系でいいのかな。うん、でもそんな種類は多くないと思うけどな。でもトリケラ系結構かっこいいんだよね。さっきも言ったあのバイオトリケラ、うん、あれかっこよかったけどね。よし、あの角がこうなんかすげえ伸びるんだよね。ラカンを最後まで苦しめた期待だったね。ジェネの中でも、印象に残ってるよ。この子腹ペコなんだ。食べられてさあ。俺のライムはヘビーだぜ。ラウンド1始め。まあパワーっちゃパワータイプだよな。まあ弱で刻んできたけど、やっぱりあんまり食らわないね。そんなに、あいった。よし、餃子やっぱり、あ、防御力がやっぱ強いね。あるね、防御力あるね。いてー、ヘビーガード、ヘビーガード、ザクで刻んで、ここで絶対、あー行こうか、そのままチョイス、調子につなげろ。まさか、まさかミスったか、ミスってる、ミスってる、くそ。いや俺やいけるか、どうなんだ、着で、着で決まったか。うう、調出がね、調出キャンセルされたから当たなかったのかな、キャンセル、キャンセルされたのかな。ちょっと焦ったよ。ガードが、ガードが硬い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 。よーし、よし、相手の技をキャンセルしたと。ガードがかなりヘビーガードだ。よし、気をつけろ、あいつバイブラ使えるからな。またなんかキャンセル技使ってこられても困るな。よし、ここでもう調子使っちゃおう。よし、決まれば、決まれば終わり。よし、終わった、ゲームセットだろこのヘリー。ゲームセット、焼き餃子完成、ミッション成功。よし、おお、エスだった。いやー、最後調子で決めれたのは良かったと。ではマップに戻りましょう。いやー、トリケラかっこいいね。次は誰だろう。俺ワイルドライガーがね戦うのかと思ったけどね。では第10話、あ、嵐と、ライガーが来たわね。見せてあげなさいと。では第10話始めたいと思います。
ではさあ次出てこい。この子のタックルもなかなかですよと。ガードするのがやっとだと。ん？キャラが来ました嵐。少しはマシになったかな。一緒にするんじゃねえと。やってごらん。さあメインのワイルドライガーとの戦いですよ。まあね、素早いからな。ステップ切られるときついかもしれんな。ちょっとはマシになったよ。どのくらい防御力があるかだ。弱で刻みたいところだけどな。ラウンド1始め。はい、痛い。やっぱりいきなり来たか。はいはいはい。やっぱりそんな食らわねえよな。そんな食らわないよな。言うほど食らわないよね。防御破壊しちゃえ、防御破壊しちゃえ。ガードがしっかりしてる、ガードがしっかりしてるが、ボディーオールスだったと。脇ボディーオールスだったと。あっ、途中からのガードは効かないね。はい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 。いやあらった。はい、あいったー。うわ、もう使っちゃおう。調子き、あー、しまった。あー、防御された。だが、やっべ。まさかそのまま使ってくるとかじゃないよね。よし、調子は阻止した。ワイルドライガーの調子は阻止したよ。ラウンド2始め。やはり嵐ガードがしっかりしましたよ。はいはい、あっ、あー、痛い痛い。はいはいはい、気をつけろ。あいつワイブラ使えるぞ、ワイブラ使えるぞ。よし、そのまま調子使え、調子使え。これで決まれば、これで決まれば仕留められる。よし、ドレアー、ゲームセット、ゲームセットしました。いやー、最後のあのヘリ、さすがデスレックス。ではマップに戻りましょうか。いやー、ちょくちょくいいガード見せてたな。俺ガードとかしねえからな、あんまり。よし、図鑑ね、新しいのが見れると。新しい道が開いたわ。オッケー、では、第11話いきましょうか。フリーダムナン、なんとしてもギャラガーを止めるわよと。全員来るとかいう話じゃないよな。では第11話、始めたいと思います。オーケー、いってらっしゃい。まだまだしょぼいかな。こんくらいはさ。そうだ、みんな僕の相手をしてよと。ギャラガー様、どうした。怒っちゃう。わてや、許さねえ。フリーダムナン行くぞ。まさかどうなるんだ。いやー、生命体が今決まる。寄ってたかって来る気か。ちょっと待てよ。
俺ちょっとカノンタツ苦手だよな。カノンタツ強かったからな。ワイブラから速攻調子つないできたり、少しだけこっちの調子をキャンセルしたりしてきたからね。ラウンド1始め。はい、えい、えい、えい。横に回り込んで、よし。ガド、ガド、ガドが硬い。弱で切りたい、弱で切りたい。ガードが硬い。よし。ああ、ガキャン、ガキャン。よし。台で。台潰せ。よし。あ、やっべ。よし、弱で刻め。よし、これで決まるかな。そのままちょし決まった。危なかった。調子キャンセルされるとこだったよ。カカツーで、どうなるんだ。で、どうなるんだ。次から次に連戦が続くみたいな感じか。一旦切れるのか。ラウンド2、うわ、最悪だ。これは最悪。あ、ドクタードクタードクってしまった。連戦は嫌だ。連戦はさすがにきついよな。あ、やべ。はいはいはい。よし、ふぅ、まさかこのまま HP が引き継がれていって、うん、連戦が続くような感じか。こういうのきついな。ラウンド3、やっぱりそうだ。強制解放、これ嫌だ。もうデスブラ使っての通常攻撃での攻めでいくしかない。痛い、やっぱりそうだ。くらえ、台くらってほしい。弱でもいい。よし、いやー、きつい。この HP で次はワイルドライガーじゃないの。この HP できついな。まあ一戦だけだけどね、きついよ。これが最後の戦いだ。始め。デスブラ使えるけど、このガードがね、時々ガードの良さが出ちゃうんだよね。あぶねえ。よし、もうここは調子使うかな、どうしようかな。やっべ、いやー、ミスったか。おい、よし、危なかった。今めっちゃ危なかった。調子が食らわずに死んだと思ったよ俺。死んだと思った、あの一瞬。ふぅ、きつかった。この戦い、この連戦はきつかったよ。いやー、終わったかと思った俺。なんとかいけましたよ。よし、オッケー。じゃあ次、最後ですよ。まあ、ちょっと俺も頑張ったよ今日。今日頑張ったよ、なんとか時間を空けたよ。第12話最後ですね。白いデスレックスが目を覚ましてしまったわと。